どうも、キスケです。今回はガッチガチのガチ丸パーティーを使っていこうかなと思います。まあ基本的に上3体で戦っていくパーティーになってます。怒りトランクス、前回覚醒トランクス、前回覚醒16号ということで、もう誰がどう見ても硬いキャラクターしかいないということで、誰でライジング受けても大変じゃねっていう、そのレベルで硬いと思います。で、下3体はしっかりと Z アビリティを乗っけてあげる。13号が確か赤と緑で、ブロリーが黄色と赤、あれこいつ何色やったっけこいつ青やったっけ、あ、黄色とブルーか。まあブルーちょっと腐ってるけどね。まあ黄色で、初期セルが未来と人造人間を強化してくれるんで、まあこのパーティーにはうってつけということで、もうガチガチ山のガチ子さんパーティーを今の PVP で使ってやろうかなと思います。で、色もねめちゃくちゃ良くて、黄色赤緑、これって今一番流行ってる未来パーティーに有利取れる色なんですよね。ベジットブルーに16号、怒りトランクスに、覚醒トランクスで、ザマスに怒りトランクスっていう感じで、まあ色も悪くないので、まあ戦えんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンクギャラに貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。ソンパーティーかな、やっていきましょう。さあ、見してやるか、衝撃的な硬さを。まあ、前職いますね。前職いるけど、多分黄色は出てくると思うんですよね。黄色は出てくる。で、あと赤色と紫かな。まあ、色の有利取っとかないとね、このパーティーはほんまにきついと思うんで、ガチガチすぎて、びっくりすると思うんでね。さあ、やっていこう。お願いします。黄色からか。はい。カバーチェンジ。今何かしましたか？あー、硬い。あー、硬い。硬す。はい、マッチングしました。ベジータ一家パーティー。ちょっと一戦目がさ、一戦目がさ、キャラ選出とその後のローディングの方が長いんちゃうかっていうレベルの速さで、試合が終わったんで、相手の心をへし折りましたね。硬すぎて、なんだこの硬い生物たちはってなったんでしょうね、きっと。さあ、対戦よろしくお願いします。さあ、こい、いやー、出し負け、よくないな。オーラッキー、まあ16号で殴っていくか。これ16号ね、普通に火力高いんだよな打撃の火力やばいっしょ。俺は自爆する。自爆の余ダメージを上げて、オッケー、危ね。はい。ん？マジで？これはラッキー。はい。いや、出してくるか。通常。いやー、ちょっとそのタックルは避けたいな。避けろよな、普通に。いや、皆さん、ナウシカ見てきましたよ、ナウシカ。もう、涙ちょちょ切れましたね。ほんまに。涙ちょちょ切れたよ。うわ。千と千尋を見て、で、これは他のジブリ作品も見とかなあかんと思って、急遽翌日に行ったんですよ。あれ？よくれないか。もう超良かった。マジで。もう、もののけ姫とゲド戦記も終わっちゃって、マジで、やらかしたよね、ほんまに。マジでやらかした。もう見ときゃよかった。ライジング呼んでいく。ナウシカなんてさ、別に泣くとこないやん。言うてしまえば。それでも泣けたからね。もう冒頭で泣いた。冒頭で。ナウシカが動いてる。つって。いやー、よかったよー。
ほんまに良かった。マジで良かった。心の底から良かった。マジで後悔するわ。時間巻き戻し能力みたいな欲しいわ、俺。なんかジョジョでありましたよね。確かキラークイーンとマンダムでしたっけ。マンダムで合ってるかな。ちょっと間違えとったらあれやけど、多分合ってるはず。俺は自爆する。やべ。いやでもこのタイミングやったらアーツは間に合う。あれ相手の心を折るのがうまいですね、人造人間16号さん。ポキポキ折ってるやん、さっきから。やばすぎ。のところで泣きました2回とも。マジでよかった。はい、マッチングしました。うわ、合体戦士、これ凸多いな、凸多いな、これ。いや、ベジットブルーの凸すごいな。変身ベジットも凸すごいんで、多分その2体出てくるんちゃうかな。いや、どうやろこれ。色的にはまあ、しかも PVP 上位入賞者なんで、いやこれはね、ほんまに硬さを見せつけてやろうかなと思います。トツエグいなって言っときながらさ、俺もエグいからさ。何もトツゲーじゃないんだよな。なんなら俺の方がトツ多いし。あ、その色なんや。いや、即圧ナイス。即圧を呼んでいく、素晴らしい。あー、動かないですね、素晴らしい。素晴らしいですね。あたいの攻撃の時だけ動かんねんやけど。はい、 OK。 いやー、この赤ベジットも硬いわ。完全に色で有利取れるようにしてきてんね、素晴らしい。いやー、よう見てる。ただ必殺圧はない。いやー、なんか射撃圧打ってくるかなと思ってんけどな。いやー、やらかした。そのまま食らって、うわ、そっちか。やらかした。何やってんの。いや、これライジングやろ。いや、マジでやらかした、最悪。あ、ライジングじゃない、ラッキー。俺に許していいのか、そんなこと。止めて、ま、体力回復して、体力満タンでいこうかな。俺通常、いや、これキャラチェン違うわ、交代禁止されるんで、メインで見るか。いや、タックルしてこへんな。さすが PVP 上位入賞者といったところか。びっくりマークは飛び出さないね。ライジング大変じゃね。甘い、さすがに。どう思う、みんな。俺耐えると思うんやけど。いや、残念。どうだ。あー、微妙か、無理か。あた、硬すぎー。おーし、ナイスナイス。 OK、 これ赤色間に合わなかったん で残りは青色か赤色なんですけど、うーん、赤色を自爆で落とせば、あー、でも、うん、まあそんな感じですね。いや、どうや、微妙やな、どっちでもいいな。はい、まああと1回自爆で確実に落とせるって考えるとやりやすいですよね。えい、なんなら青捨ててもいいんちゃうか、ベジットブルーさんよ、受け止める勇気があるか。男を抱いて死ぬのは本望ではないかな。死なんの、死なない。あれ、赤ベジット硬い。赤ベジット硬すぎ、ワロタンゴ。マジかよ、びっくり仰天。たまごちゃん、うん、オッケー。そうなんや。まあ、特殊圧でさ、火力上げてないから、まあそらそうっちゃそらそうか。自爆の火力上がってないですもんね、一段階も。いい火力。なんかさ、硬さに目が行きがちやけど、
火力もあるよね普通に。あーダメ、いやそれはまずい。こっちもう赤捨てて、相手バニシングないんで必殺で終わりと思ったけど、アーツがなかった、ありがたいな。おい、まあこれ必殺あるんで落ちるっしょ。オッケー、うちの前回トランクスまたなんかやっちゃいましたかね。はい、マッチングしました。未来パーティー来ましたね、こういうパーティー。まあでも凸があんまり多くないんで、まあ削れないっしょうねうちの3人は悪いけど確実に削れないよ。さあよろしくお願いします。緑から、なるほど。うわマジ早いな。おー、ステコンしない、硬いガチガチ山のガチコ。カバちゃんハゼする、どうする、しようか。はい、オッケー、ナイス。硬いくせにさ、こっちは火力あるっていうねマジずるすぎ、笑った。よーし、あーやべ、うわマジラッキーすぎ。さよならするか俺は自爆する。じゃあな、元気でな。まあ青色残すよねさすがに。オッケー、よーし、うん、火力も十分あるな。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。未来パーティーですけど、ベジットブルーはいないと。ってことは緑も出てこないですね、これ。多分、紫、黄色、赤ちゃうかな。ただ、その色やと、前回覚醒トランクス絶対落ちひんと思うんだよな。って言って、相手が青色のトランクス出してくると、16号がぶっ刺さっちゃうんで、まあ、どっちを捨てるかなんだよな、相手は。これは相当きついと思うよ、相手。削れないって泣き出すかもしれんね。泣かせちゃおうかな、じゃあ。うん、まあ、ナウシカで泣いた俺が言うことじゃないんやけどさ。はい、千と千尋でもしっかりと泣きましたからね僕あ、出てくるか。千尋が白に、そのあなたの本当の名前は琥珀川みたいなこと言うとき泣いたからね、チヒロっつって硬すぎ、笑った赤色きついね、オタクのパーティー。言うて16号はえぐい硬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 い。え、僕今なんかやっちゃいました、量産異世界主人公みたいなこと言っちゃって申し訳ないけど、うん、ナイス、オッケー。さあ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 、黄色を捨てる勇気があなたにあるかな。もう突っ込んじゃうよガンガン。どうする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 、間に合うか。まあ究極打っちゃっていいんじゃないですか。はい、強出血つけて、この究極前のポーズめっちゃかっこいい。いい火力いくんちゃう。ああ、いい火力、ああでも回復しちゃった。ただ強出血で結構消えてるんで体力が、はい、自爆の火力を上げて、あぶねえ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 、やべえ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 、白熱しちょるの。さあどうする、おお、ザードマウス出てくるか。これ究極で落ちんかな、余ダメージあんま上がってないから微妙か。いやでも、いやーこれライジングやったかな、ちょっとミスったかも。これで落ちひんかったらミスってる、ミスってね、確実にミスってんな、やらかしたな。オッケー、ちょっと打撃キャンセル振りたいんだよな、打撃ばっか。あー、はい、あ釣れた、マジかよ、ラッキー。はい、さよなら。で、メインで見て、やべやばいやばいやばい、ライジングライジング、あぶねえ、自爆させてくれや。はい、
おー、1勝ち。自爆するか。俺は自爆する。合体ザマスを抱いてな。対戦ありがとうございました。こうはならなかったはずだ。はい、マッチングしました。未来パーティー来ましたね。こういうの上位入賞者プラス凸がえぐい。でもベジットブルーの凸は3凸ということで、俺みたいな引きしてたんでしょうね多分。俺もさ、怒りトランクス赤の4凸ぐらいと合体ザマスが赤の2凸なんですけど、ベジットブルーだけあれなんですよ、2凸なんですよ。マジで悲しすぎる。必殺技はこっち。はい、かゆすぎ。マジでかゆい。ポリポリ。よし、結構キャラチェンしてくるな。まあ有利属性やから当たり前か。はい、オッケー、差し込んでいくね。俺最近分かったのがさ、あんまりさ近づかれて相手の攻撃見るっていうよりかは、まあなんか自分からアクションを起こせば結構止まるんじゃないかなと思ってるんですよね。うわぶねー、即。いやー、刺さるねー、刺さるねー。出てくる、出てくるか。いやー、これ必殺技にさドラゴンボールついてんのマジで具合悪い。まだ自爆したくないな、さすがに。まだ生きていたいぞ、人造人間16号も。まだベジットブルーを苦しましてくれるでしょう、これは。もう一丁。ナイス。出てこれないっしょ。はい。ちょっと必殺、あ、やべ。まあでもこれは、マジで具合悪い。うわ、最悪。ここでこういうことする?マジか。よくないね。ライジング、打てないんじゃ、これ。ライジング打てないっすね。多分溜まってると思うんだよな。なんで打てへんかっていうと、紫に変えてライジング打っても、怒りトランクス出てくるっしょ。で、青色のままライジング打っても緑出てくるっしょ。はい。はい。硬すぎごめん。マジ総理。はい、さよなら。これでもう楽に勝てるっしょ。楽に勝てるっしょっていうか、PC なんですけど、コンピューターなんですけど。はい、さよなら。あ、ライジングは黄色で受けて、あとはゆるりゆるりと削っていこうかな。じゃあ、はい、いや、このパーティーむちゃくちゃ楽しいよ、ほんまにめっちゃ楽しい。このライジングちょっと打つのめんどくさいから、アーツでやるわ。オッケー。はい、対戦ありがとうございました。楽しい。俺は諦めない。はい、マッチングしました。合体戦士。いや、凸が。凸が相当やね。凸、やばくないこれ。ケフラが貫凸。変身ゴテンクスもなかなかの凸。やばいと思うんで。で、こっち青色おらんから多分赤色から出てくるんちゃう?どうですか?俺の読み。ナイス読み。いや、貫突ケフラとか、このゴテンクスの攻撃をどれだけ耐えれるかっていうのが結構大事になってくる。出てこないか。じゃあこっち。くたべ!はい。危な。かゆいかゆい。かゆいね、合体ザマスくん。君の攻撃は。そんなに軽くていいのかい?でも俺ライジングっすね。自爆の火力を上げて。自爆の火力を上げて、かつ、ライジングで一体落とし切る。で、これ多分特殊アーツ打った後やから読まれへんと思うけど。ナイス。ちょっとメインで見るか。メインまだ溜まってないと思うんで、ちょっとじっくり後ろに下がりつつ、メインすぐ溜まると思うんやけど。オッケー。いやー、ナイス。俺は自爆する。
おいが、おい16号で2体落としてんねんけど。やばくないこれ。オアオアのオアでしょう。はい。で、これも黄色守ってれば勝ちなんでね。最高のゲームやんけ。クソ楽しいわ。落とすん？マジかよ。対戦ありがとうございました。予想以上でした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、カチカチ山のカチコさんパーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか？まあ、硬かったっすね。お前笑っちゃうぐらい硬いし、この硬さを知った相手が即降参していくのめちゃくちゃ気持ちよかったんで、ほんまに、ちょっと性格悪いな、自分って思う方は、このパーティーすごいおすすめになってるんでね、使ってみてください。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、良き、ドラゴンボールライフを、バイバイ。Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder.